時間や社会にとらわれず幸福に空腹を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず気を使わず物を食べるという孤高の行為、この行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しと言えるのである。